きます、ね、はい、じゃあちょっと、はい、あ、出た、もう今背負ってるんでぐるっと見てください。おお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 、見せなー、見せてよ、見せなー、見せてよ、おお見えてる、見えてる、見せなー、見えてる、見えてる、ってことで槍がね今装備してる、もうアップにするとね、もうインパクト半端ないですけどね、やっぱりこれね、戦闘槍ね、槍ね、うわすげえ、これちょっとじゃあ戦いに行っていいんかな、これあいつっすよね、あ、でもボスより先にちょっと雑魚的で試しましょうか、雑魚飛び降りていいですよ、あ、いいんすか、別に死にはしないんで、あー、怖い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 さあさあ、ちょっとカメラ離した方がいいかもしれないですね、あ、そうですね、あ、じゃあ先にちょっとスキル積み見ます、メニューから、メニューからいきます、スキル、キャラクターのスキルの、ハルバード、ハルバードスキル、ハルバードスキル、はい、さあスキルツリーは実は TGS でもちょっとお披露目はしたんですけど、はい、あ、まだ鍵かかってるやつあるわ、そうだね、レベル4は入ってないので、はい、全然タップして詳細見てもらってもいいですよ、はい、まず一発目でフラッシュスタブ、うん、はい、スパイゴブリンスローで一撃を与えると、はい、他は、あ、どうしよう、そっちの通じちゃダメね、まあなんかこういうね、キャノンスピア、旋風槍で投げて攻撃するレベルがある、射程が増加する、うんうんうん、はい、そこから行くとドラゴンっていうかっこいい名前、旋風槍を振り回して周囲なぎ払いをしますと確率で、転倒状態です、うん、ほうほう、ボスはできません、で最後がこれが今できるやつ で、ね、だいぶ TGS の時でもだいぶ、うん、突き立てた槍はやがて大地を砕く、うん、攻撃して大爆発が発生し追加ダメージを与えます、すごい、すごい、はい、とか他の方だとデッドリースピア、かっこいい、正確に致命傷を与える一撃、ひと月か、うん、発動に時間かかるがある程度の防御を無視し効果的クリティカルダメージになる、うんうんうん、そしてストライクスタン、うん、素早く放たれる鋭い、衝撃、うんうん、対象が異常時威力が大きく増加する、クリティカルが発生しがたいと、うん、難しいですね、でこれはパッシブか、違うか、うん、パニッシュレイ、旋風槍を常に見立てて魔法を放つ、うん、アタック依存の魔法ダメージを、アタック依存で魔法ダメージを対象に与えます、次に使用するスキルのクリティカルリスクが増加、うんうん、まあ、これ打って増加しといて攻撃みたいな感じですかね、あ、まあ、これマスタリか、マスタリですね、こっちもマスタリ、会心か、クイコーラ、これも見せてくれよ、あれをクイコーラ当ててるやつ、いきますか、ちょっとじゃあ、うん、実際のねプレイ動画をやってみますかね、一応一通りそこにもセットされてるので入ってますね、うんうん、あ、いった、いきましょうか、じゃあとりあえず一発目、一月のやつかな、フラッシュスタブ、おお、いいですね、フラッシュスタブ発動が早いやつですね、うん、一回通常攻撃もしてみたらどうですか、確かに遅いんですよ、ちょっと、あ、本当や、重い、重い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 、なのであの硬直時間が若干長いっていうのと MP の回復力がちょっと弱いので、うんうん、あんまりガンガン使うと MP 足りなくなっちゃったりとかね、そういうことですね、攻撃が遅い分たまりにくいと、あといっちゃうんですか、最高、じゃあ違うスキルいきます、デッドリースピア貯めてドカンと、うわー強力、確定でクリティカルが出る感じかな、槍だと、あ、ちなみにこれ装備品とかはだいぶ適当なんで、パニッシュその距離は大丈夫か、パニッシュレイ、これ魔法依存のやつですよね、そうですね、で今それ次使うスキルが確定で、確定じゃねえや、クリティカル率が上昇している状態になってますね、ふう、今のやつは近くない方がいいですか、結構遠目から打った方が、魔法だからというか、ね、なのでどっちかっていうとその敵が範囲攻撃とかで接近できない時とかに当てて次のクリティカル率を上げるみたいな使い方ですね、キャノンスピアいいな、シュンって最後殴るやつ、そうそうそう、かっこいい、これ複数敵いれば一緒に全部巻き込んでくれるんですけどね、こいつペットにしたい急に混ぜるんじゃないペットにしたい、ぬるーっと動いてますけど、さあてな感じですかね、うん、あとリスト開けば他のスキルも入ってるよ、デッドリースピア、もうねあと5分で終わらせろっていうカンペも来てるんでねなんと、はい、ちょっと駆け足でいきますか、じゃあボス戦っちゃいましょうか、その崖の上に登ってやつね、そこ上登っていってでサクッとね、そうですね、でそこの脇道入ってもらって、うん、ジュエルバード、
でもただね、ダイブインパクトとかね、ストライクサーバーが結構強いんで、まあ、いいっていうコメントめっちゃ来てますね。いいな、かっこいい。来ましたね、来ましたね。じゃあサクッと戦いましょう。サクッと OK、はい、もう OKOKOK、OK、どんどん始めよう。来た、ガンガン行こう。さっきの他のやつね、ちょいスキル使いました。そうですね、フォレスティア、ドラゴンテイルとか行きたいですね、うんうん、ドラゴンテイルですか。ドラゴンテイル空振ったぞ、今空振ったぞ。ドラゴンテールはそういう踊りじゃないですからね。あ、でも周りのやつは一発で転倒しましたね。転倒 MP がないんで、 MP ねえわ。あ、でも一番上使えますよ、今のだと。範囲攻撃危ない。ほとんどスキル使わずに死ぬんじゃないだろうな。まさか、まさかそんなことはないですよね。やめて、まさかそんなことはないですよね。クイックオーラ、リバイタ、リバイタは回復アイテムですよ。クイックオーラ、なんでクイックばっか使うんですか。シュシュ MP がない。殴んないと回復しないですよ。やめて。さあ、この鳥というより時間との戦いになって、もう一発当てて、はい、もう一発当てて、当てて、やめて、当てて、当たらない。そうだ、こいつ相性が悪かった。当たらない悪かったんかい。当たらない。ルティンの方殴った方がいいかもしれない。そうね、はいはい、当たった。あ、じゃあちょっとリストでその2番目のやつ、2番目です。逆境のおたけび。あ、いたまらない。嘘だ、 MP 回復スキル潰された。そんな逆境ないですよね。サメライダーの変身中に攻撃するやつおるか、おい。せっかくの MP 回復スキルをなんてことをしてくれるんですか。なるわ、逆境のおたけびですね。 STR ブリーダーのがもうみんな分かってますね。ねえ、くすくすリバイト、ターゲット変えよう。ルーティン殴ろ、こっち行きます。ルーティン殴ろ、はい、こいつ、いや、うん、ダメだね。で、で、で、よし、おたけべ今だ。 HP 半分以下なんで結構早くなるかな。これはありがたい。あの、HP が減ってるほど回復するんですよ。おお、いいね。4つ回復して最後、あの4つ使うやつ使ってね。あ、そうね、行きたいね。だいぶ使いたいね。またそうか、使っておけばいいんだ。おー、来た来た来た。ダイブダイブダイブ。ちょっと待って、ちょっと待って、あいつがいない。あいつが映って映ってない。よしよし、行こう。ダイブインパクト。いや、それバカするから、バカするから。バカー、すげー。ドガーン、なんかクククククってなってる。くるくる回すね。倒せないな。当たんねえんだよな。気づいちゃった、まあ、当たんねえんだよな、こいつ攻撃が。敵の相性ちょっと悪かったね。ルーティンを殴ってね。まあ、とりあえずそんな感じです。リバイト。まあまあ、実際にね、うん、あの、まあ、触ってね、はい、やってもらえたらいいなってところですな。思います。はい。